2年ぶりに先発をした香月が初回ピンチを招きます。2アウトランナー3塁で4番の山崎、その山崎から三振を取りました。1回の裏オリックスワンアウト1塁2塁、こちらもチャンスをつかみました。楽天先発は永井です。4番 T 岡田は三振、5番のバルディリスも三振で、4番5番に1本出ませんでした。オリックス先制点なりませんでした。2回の表楽天の先制シーンです。ノーアウト1、3塁で草のセカンドゴロ、この間に中村典弘ホームに帰って1点です。3回の表先頭バッター内村がヒットを打って出塁し、その後盗塁成功、ランナー3塁に進んでいます。徹底のセカンドゴロ、楽天追加点2対0。2アウトランナーなしでその3回の表山崎に2試合連続23号のソロホームラン、3対0と楽天がリードを広げました。先発勝木が打たれました。3回の裏オリックスの反撃、ワンアウトランナー2、3塁後藤です。3塁から大引き、2塁から坂口ホームに帰ってきました。3対2、1点差。4回の裏は今度は坂口が打点を上げます。ワンアウトランナー1塁2塁でセンターオーバーのツーベースヒット、鈴木がホームに帰ってきました。3対3、同点。なおも4回の裏オリックス、ワンアウト2、3塁で2番の森山、センターへの犠牲フライ、4対3と4回の裏オリックス一旦逆転に成功しますが、5回の表2アウト満塁、中村典弘フォアボールで押し出し4対4。勝木から勝ち投手の権利がなくなってしまいました。なおもバッタールイーズの時、勝木冒頭で1点を与えてしまいました。楽天5対4、再逆転に成功です。6回の裏ワンアウトランナー2、3塁でまた坂口です。佐竹から三遊間突破タイムリーヒット、5対5同点。6回の裏ワンアウト満塁で3番の後藤、空振り三振でツーアウト。今度は4番 T 岡田、スイングを捉えました。連続三振、チャンスを逃したオリックスです。8回の表ピッチャーは平野、山崎、そして中村典弘、連続三振、素晴らしい投球でゲームを締めました。そして9回の裏、先頭の下山、今シーズン第1号のサヨナラホームラン、下山の一振りでゲームが終わりました。今日のゲームの解説はおなじみの元阪急のポイントゲッター名球会の加藤優さん、お話を伺いながらお送りしてまいりました。加藤さん、はい、まあ、どうなるかなと思って見てましたら下山決めてくれましたね。決めてくれましたね、